大会第6試合セミファイナル DGW認定世界総合ヘビー級選手権試合30分一本勝負を行います。青木田選手はプロレスリングバザー晴れも152cm 85kg 中津亮太。ホットソファー177cm 96kg 青木雄也。Yeah.
Yeah!
クアップか。ファイトしてもいいぞ。Yeah!
仕事とギャラのタンクアップを狙ったんですけど、まだそこまでの男じゃなかったみたいです。ただいや気持ちよくやらせてもらいました。変化球対まっすぐみたいな言われてましたけど、最後は僕もまっすぐ投げちゃいました。僕のまっすぐが148キロで、あいつのが160キロやった。ただそれだけです。僕がなければもう死にます。あと第2本プロレスにセコンドに来てくれた井口、直美、ありがとう。せーの、どうすこい。そう、なんだろうな、悔しい、悔しいね。大日本プロレスのチャンピオンとして、王者として、長津亮太選手の前に
経ったんだけど、なんだろうな、もう、8割、いや、9割、押されて、やっとのことさ、勝てたって感じだった、悔しい、悔しいな、今の俺って強いのかな、少なからずは、見てるお客さんも知らねえよ、少なからず、俺から見た俺っていうのは、全然強くなかったな、でも、チャンピオンとしてはこの感想、青木優也として感想を述べるなら、中津亮太選手っていう、あんなに人間の欲の塊みたいな人とやれて本当に楽しかったです。あんなに自分の欲望感情をむき出しにする人とやれて俺はめちゃくちゃ嬉しかったし、めちゃくちゃ今後の糧になったと思う。それも踏まえて、これからの青木優也としてのチャンピオン、これからも進んでいきたいと思います。ありがとうございました。